こっちつくな、こっちをつくな。え、じゃあ、いや、それ出るよ。あ、勇気出てよかった。俺ダメや。大丈夫。俺ダメです。じゃあ、あだす、あだす、あだす。乾杯の、乾杯の挨拶お願いします。じゃあ、いつもの乾杯の挨拶をね、乾杯の挨拶お願いします。今日は僕の誕生日にお祝いしていただきましてありがとうございます。乾杯乾杯そんなわけないやろ。あれえぇ、ちょっとえぇ、YouTuber の裏に YouTuber どうしたのだ。逆これ氷結です。氷結女子やね。氷結女子もう飲み、氷結飲みすぎてやばい。本当に氷結女子チューハイか。チューハイです。レモンチューハイ。でも本気出したら氷結何本いける。10はいけるし。酒好きな。酒はあのノブフバが好き。だから一人では飲みたくない。先週で氷結100本飲んだと思うよ。こんなに。え、マジめっちゃ飲んだ。氷結ばっかか。氷結ばっかり。こんな感じ。あ、そんな感じね。大丈夫。カイ漏れてる？キャンプ。下の階谷間。谷間と大丈夫かな。え、Cカップ？え、もうちょっとある。ちなみに何カップ付きなんすか、田中さん。俺、理想は E。でかすぎ。うっそ。え、もう車持ちってもう需要やばい。10代からしたら。やばい。うそ。ちなみに何歳まで OK？ なんか何年前で。だからその時の車持ちのやつやったら何歳でもいいんじゃない？一応切れるって言ってる。だから30とかって行かれると、まあ、相手にもしてもらえんし、出会いもないし。え、じゃあ今何歳まで OK？ 今は50、いや、60歳。え、俺65歳やで。じゃあちょっと契約内容変えよう。契約内容ちょっと変えよう。契約内容変えよう。本当に65に見えるか。見える。そう。見えるって。本当は。絶対さ。うちのばあちゃんの顔笑いや。本当は29。あ、じゃあ全然付き合う。だって本当のこと言う。結婚しよう。あ、独身だよ。え、結婚しようよ。29歳で独身で童貞やから。え、最高最高。めっちゃいいよ。今はどんな人タイプ？今、まあそういう経験を得て、うん、大人な人。大人な人一択。例えば、え、ちょっとね、じゃあ甘えられるってこと？甘えたいってこと？甘えたいし、甘えられたい。甘えられたいのもあるけど、なんかそんなこと、なんか喧嘩とかした時に、ああ許しそう、許してくれ、うん、甘えたいの方が強いと思う。束縛はされたい？されたくない。そのどの範囲までいけるの？なんか焼き餅ぐらいやったら可愛い。なんかめっちゃ恥ずいのが、なんかそれとなんかだそういう癖で。で、なんかカメラの録音がピコンって音鳴った瞬間にちょっとめっちゃ S になる。で、ピコンって録画終わった瞬間にごめんねごめんねみたいな。大丈夫みたいな。そうなんだ。ってことは、うん、そういう彼のこともそういうタイプも好きってことやろ？いや、あれはちょ子供すぎた。子供でなんか10代で、でなんかそのなんていうの、大人な、まあ、免許持っとる大人な人にちょっと憧れもあったみたいな。どうして？どうして？分かるよ、めっちゃ分かるよ。10代の頃、50代の頃、年上の車持っとるんで、そう、大人のお兄さんにすごい憧れて付き合っとった。うっそ。え、もう車持ちってもう需要やばい。10代からしたらやばい。嘘。え、そう、今ワンちゃん今盗聴何か家にあるかもしれない。ね、それ前のその彼氏がつけてた。でも盗聴って
あのあれなんでしょ、近く来んと聞けねえの、その家の遠隔で聞けるの、なんでそうや、北海道にいる北海道の人が沖縄人も聞けますよ今、なんでWi-Fi で、お金払えばっていうか、今はスマホが携あのなんていうの、スマホ一個持ってたら世界中で繋がるやろ、うん、そいつ一緒やろ、だからその NTT の電波とかそういう電波を利用しとる。でもなんか iPhone たまになんか緑とかオレンジの点で撮るわね。出とる出とるよ。あれでなんかそれなんか意味あるらしくて。緑のいつも出とる俺。なんでカメラ使っとるし、カメラモードの時とかは出るやん。それが何もしないのに出とったら、そうそう。なんか盗聴されてるとか盗撮されてる。そう、写真撮ったりカメラ撮ったりしてる。やばいね、でもマジどんな思ってどういうこと、え、どういうこと、なんで盗聴されてる、盗聴されてるって思う、どなんでそんな、いやなんか盗聴器つけたって言われて言われた、じゃあなんでその人と別れた、え、まあちょっといろいろありまして、変態プレイヤーズ、変態プレイヤーズ、いや全然そんなじゃないけど、なんで別れた、いや別に、なんかこの人とっても幸せになれなと思って、こんだけ悪いペア、ほら、腰が悪い、腰が悪い、誰かに選んでもらったらいいんじゃない、それこそ結構したらいいあれっつってこの店で一番人気の子なんてとかできない、もうオルテルしゃべる、男って楽しいね、おもろいやろ、やっぱでも今日クイズ帰ったよ、ちょっとちょっとゆいちゃんと一緒に先行ましょうか、最後戦うんだ、えいちゃん、はい、今日ありがとうございました、あ今日ありがとうございました、あざっすさん、えいちゃん今日ありがとうございました、あざっすさん、あざっすさん、さあ今日ありがとう、ありがとう、ごちそうさまです、あのあえじゃあちょっと今日の反省会感想どうでした、でも明日だってゴルフでしょ、あ俺もや、絶対嘘やろ、7時20分絶対嘘ね、あそうなんすか、絶対嘘や、ありがとうや、生きているから出会えた人そのすべてにありがとう、ありがとう。